東海エリアツーリング2日目の朝です。今私は静岡県の島田市にいます。静岡県の中でもですね、まだ西の方ですね、浜松市に近いところです。今日はですね、どんどん東に進んで伊豆半島をね、一周して、最終的にはですね、神奈川県の小田原市まで行く予定です。ちょっとね、まだ曇りがちなんですが、今日はね、どんどん天気が良くなる予報です。では行きましょう。今日最初の目的地は二保の松原になります。ここからね、1時間ぐらいかかると思います。富士山がね、世界遺産になった時に一緒にね、世界遺産になった場所だったはずです。ただですね、今この空です。着くのはね、7時ぐらいになると思うんですけれども、おそらくね、青空が出てくるのは9時ぐらいからじゃないかなと思います。ですから行ってもね、ちょっと富士山見えない可能性がね、高そうな気がするんですけれども、まあもうね、そこでね、ずっととどまっておくわけにはね、いきませんので、とりあえずね、まあ、予定通り、行ってみようと思います。今日は5月2日で、カレンダー上はね、平日になります。ですからね、通学の学生さんとかですね、通勤の車も多いように、思います。昨日はですね、かなり雨にやられました。まあ、天気予報的には雨はね、降るのは予想してたんですが、こうしとしとね、まあ断続的に降るぐらいかなっていうふうに、ちょっと甘く、考えてました。がっつりね、ずっと降ってましたので、結構ね、ハードでした。空の方は今進行方向の方はね、ちょっと明るくなってきてますね。ただね、まだまだ、曇り空です。路面の方もね、一部乾燥してきました。まだ、水たまりがね、多いんですけれども、かなりね、乾いてきています。はい、あとね、10キロぐらいになります。このね、右手に見えているのがね、伊豆半島ですね。まあ、伊豆半島で走る頃にはかなりね、青空になってるんじゃないかなというふうに予想してます。ようやくね、ちょっとね、少しだけ青空が見えてるところも出てきました。これからの天気って、期待してます。
富士山はね、見えないものだと思ってたんですが、あ、見えました、うん、とてもね、ラッキーだったと思います。多分ね、これぐらい雲が出てる時はね、見れないことの方がね、圧倒的に多いんじゃないかなというふうに、うん、思います。非常にね、なんか得した気分になりました。よいしょ。はい、では次はですね、伊豆半島を目指します。で、経由地点の目的地として、沼津市をまず、目指します。ここからね、50キロぐらいだと思います。海岸沿線沿いを東に、進むんですが、左手にね、富士山が見えるはずですから、もしね、富士山が綺麗に見えるビューポイントがあればですね、撮影しながら進んでいこうかと思ってます。もう進行方向の空はね、青空の方が圧倒的に、増えました。左のね、山手の奥の方はね、雲がまだかかってるんですけども、こう海側の方はね、もうね、雲はね、かなり少なくなってます。めちゃくちゃね、快適ですね。ようやくね、ツーリングらしい、そんな空と、まあ交通量は、ね、多いんですけども、空に関してはね、ようやくツーリングらしくなってきました。はい、今ですね、カメラの方向に、富士山があるはずですが、裾野しか見えてません。これはね、よくあるパターンですよね。天気は良くても富士山だけが雲に覆われていると。私もね、東京の方に新幹線でよくね、出張してたんですけども、こういうね、感じはよくありました。まあ、時間が経てば、雲が切れるのかもわからないんですけど、しばらくはね、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。沼津市の中心部まで来ました。ここはですね、伊豆半島の、西側の、付け根付近になります。ここからですね、伊豆半島を反時計回りで、一周します。伊豆半島の、ね、先端も行きます。富士山もね、見えるポイントがいくつかありますので、まあ、ここはね、ゆっくりね、走ろうと思ってます。はい、海岸沿線をね、走ってるんですけれども、いい景観になってきました。交通量もね、少なくて快適にね、走ってます。ただね、空がね、ちょっとね、雲がね、思ってたよりは多いですね。まあ全然ね、全然、いいんですけども、もう少しね、クリアに、綺麗にね、晴れてくれるかなと思って期待してたんですけども、残念ながらそこまではね、行ってないです。まあ、ツーリングのね、バイクも多い感じがします。で、大阪モーターサイクルショーの話なんですけれども、もうかなりね、前、3月の話なんですが、まあ、動画の方もね、私自身も配信をしました。
で、まあ、1点だけね、まあ、ちょっと感想というか、まあ、今回のモーターサイクルショーの私がね、気づいたちょっとポイントなんですが、まあ、川崎のね、ブースになるんですけれども、やはりハイブリッド車ですかね。ただハイブリッドと言いましてもパワーハイブリッドですね。まあ、燃費を良くするだけじゃなくてパワーも上げるという目的のハイブリッド車で、2車種出てました。忍者7ハイブリッド、それから Z7 ハイブリッド、ですね。でスペックとしてはですね、排気量は確か 450cc ぐらいだったと思うんですけれども、エンジンが 450cc で、モーターがプラスされると。で、2つ合わせてシステムのパワーとしては69馬力だったと思います。で、そこからね、多分7という名前がね、付けられたんじゃないかなと思うんですけれども、一応ね、まあ、69馬力なので、まあ、7半クラスというパワーに、数値的にはなるんですけれども、実際はですね、まあ、発進加速とか、まあ、中低速域においては、まあ、1000cc 並みの、まあ、パワーというふうに、メーカーの方では説明をしています。まあ、モーターですからやっぱりダイレクト感が、ね、ありますので、それがね、まあ、ほぼ 1000cc クラスということだと思います。で、燃費の方は 250cc 並みということですから、おそらく25キロから、まあ、リッターあたり30キロぐらい走るのではないかと思います。まあ、リッターバイクであればですね、まあ、20キロ、まあ、切るんですかね。まあ、私のダイブは、まあ、いい方で18、19ぐらいは伸びるんですけれども、まあ、20超えることもあるんですが、まあ、ハイパワーな 1000cc クラスであれば多分17、18ぐらいじゃないかなというふうに思います。で、値段の方はですね、ちょっと正確には覚えてないですが185万ぐらいだったと思います。まあ、ちょっとね高いんですが、まあ、軽くて、なおかつ 1000cc 並みのねパワーが欲しいと、走りをしたいという方にとっては、まあ、メリットがある、まあ、バイクがあるのかなっていうふうに思います。まあ、大きな流れとしては、まあ、ハイブリッド化というのはね避けられないと思いますし、まあ、ゆくゆくはね、まあ、EV 車になるんだろうとは思います。まあ、ただね、私がねバイクに乗れる間はねまだねガソリンも変えてエンジン車で行けると、ね、思いますので、まあ、私がねおそらくハイブリッド車に乗ることは、ね、ないんじゃないかなと思ってます。まあ、よほどね何か魅力的にはねハイブリッド車もしくは EV 車が出ればね、考えるかもしれないんですけども、おそらくね技術が進んでいくスピードよりも私が老化するスピードの方がね早いように、思います。はい、今ですね右斜め前に見えてるのが富士山だと思うんですが、残念ながら雲に隠れてますね。ですから伊豆半島からちょっと富士山は望めそうにありません。ここはね非常に残念です。もしかしたら今日はねもう見れないかもしれないですね。まあ、三保の松原でね撮影することがねできて、それはね今思うと良かったかもしれないですね。